予選第2ブロックの試合、ユニコーン VS 四皇豪傑ダックスです。参りましょう。ハローファイト。さあ、これはユニコーンがまた少し変わったパラメーターを使ってきましたね。さあ、チャージ5のプレイヤーを入れてきました。スピードが3、サイズが1、チャージが5。さあ、一見先制点を決めたのはダックスでしたが、素早く取り返してきました。ダックスのシールド、チャージ後のプレイヤーがいるので、さあ、どこまで割っていけるか。さあ、対する四皇豪傑ダックスはアタッカーが2人とも 4-3-2-1。 さあ、シールドを4点開。さあ、やはりチャージ後いると壁が割れるの早いですね。最後の1枚を張ってきました。さあ、ここで同時に KO を取ってきました。2対2同点、非常にひりついた展開。さあ、ユニコーンはまだ1枚シールド残していてリードした。残り20秒、ラストスパート。さあ、ここから取っていけるか四皇豪傑ダックス。さあ、ユニコーンは2人のライフが1枚取り返す。どっちが勝ってもおかしくない展開。ラスト10秒、次の1点はどっちが決めるんだ。5秒前、決まらない。取ってきたのはユニコーン。ここで試合終了、4対3でユニコーンの勝利です。おめでとうございます。